勝の可能性は残っています。今試合が開始しました。 5-4-1 のフォーメーションです。シュート、味方を探している。シュート、ゴールの右へ逸れました。立ち上がりから攻勢をかけてきています。キーパー素晴らしい飛び出しでしたね。サイドのスペースを使ってきた。これは上へ逸れました。左サイドからロングシュート、いい飛び出しでしたよ。カウンターで来る。左からチャンスを作った。これは上に外れました。いいパスが通りました。そうですね、延長に入ってからの押しタイムでしょう。エリアの右から右サイドからどうする。シュート、今度はどうだ。ここはよく耐えました。右サイドに開いて、シュート、入った入った、ゴール、先制のゴール、ゴールを決めた。素晴らしい同点ゴールを見せたのは ここはうまく決めてきました。よく追いつきましたよね。いずれにせよ試合としてはね、面白くなってきましたよね。サイドにパスが出た。大きく外れていきました。キーパーこぼしている。これはキーパーの判断良かったですね。右から攻めていきます。さあどう展開する。シュート、これは通らない。ここで前半戦が終了します。前半を振り返っていかがでしたか。はい、それでは前半を振り返っていくわけなんですが、さあ決勝進出をかけた両者が激突する準決勝スタートしました。ジョルジーノ、外に開いてミドルシュート、ゴールマウスのわずかに右。ボールに高さはあります。この距離からどうだ。パンチング、苦しい時間が続きます。さあこっからだ。ショメルス、あっとつながった。豪快に放ってきました。まあ今回は高さの競り合いというところも大きなポイントになってきますよね。よっ、さあこれからだ。右に開いてロングシュート、これは外れた。おっと一気に来ましたね。中へは右サイドに展開、シュート、入った、ゴール、2点目、敵を突き放す、ゴール、ボールの手左守備にさっくり決まった。まだ試合の行方は分かりません。いや、しかし何とも言えない試合になってしまいました。このスルーパス、
してきた。うわっと、これは PK か。では北澤さん、こっからどうする。シュート、ゴール。全く手を抜きません。後半のスタイム、右足で決めました。もう点を挙げることはできません。さあ展開が早くなる。ここで試合終了。惜しくもベスト4進出は叶いませんでした。前半を終えたところなんですが、まだ両チーム無得点、いかがでしょう。そういった意味では後半も期待できます。